はい、どうも、皆さん、こんにちは。長澤まさみです。毎度おきり。皆さん、突然なんですけれども、揃えるのに苦労したギアってありますか？はい。で、皆さんね、スプラトゥーン2プレイされているのであればですね、一つや二つ揃えるのに苦労したギアってあると思うんですよね。はい。で、今回ですね、そんなギアに関する説をね、検証していきたいなと思います。はい。それは、1万円出せばどんな大事なギアでもクリーニングさせることができる説。よいしょ。私もですね、結構作るのに苦労したギアって何個かあるんですよ。そう、メイン性能とかね、今これちょ画面に映ってる一足のやつとかなんですけれどもね。まあ、できることなら、まあ、普通に考えてクリーニングしたくないと思うんですよね。はい。まあ、なんですけど、もしですよ、もし、誰かが現金1万円くれるのであったら、まあ、ギアの一つぐらいはね、クリーニングしていいかなと。思うんですよ。はい。で、まあ、ただですね、1万円っていう金額、まあ、そんなに安くもないじゃないですか。はい。まあ、なので、まあ、大体どなたでも1万円出せばですね、ギアクリーニングしてくれるんじゃないかっていうね、検証になっているっていうね、もう何の、ためにもならない検証になってるんですけれどもね。はい。で、今回はですね、メンバーシップの6名にですね、作るのに苦労したギアを見せてもらって、そのギアを現金いくらならクリーニングしていいかっていうのを直接聞いてきました。そしてですね、今回はその金額を低い順からランキング形式で発表するんで、まあ、よかったらね、最後までご覧いただければなと思います。はい、それではどうぞ。あ、そう、ちょっと一つ言い忘れてたんですけど、6名に話を聞いた方がいいんですけど、ちょっと1名すごい特殊な、回答があったんで、ちょっとその一人だけちょっと番外編っていう感じで、5位から発表していって、ちょっと途中で番外編紹介した後に、まあ、1位の方までね、紹介していこうかなと思います。こんばんは。あ、こんばんは、サクサクさん、どうも。サクサクです。こんばんは。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サクサクさんが一番苦労して揃えたギアをちょっとここで見せてほしいんですよ。カメラで直接撮ってもいいんで、はい、ちょっと見せてもらえれば。わかりました。嬉しいです。はい。お、これが、苦労して作ったギアですね。はい、そうですね、はい。はい。じゃあちょっとね、本題にちょっと入っていくんですけど。あ、本題。はい。じゃあこの頭でいいかな。この頭のギア。はい、はい。もし、いくらか、現金お渡しするんで、クリーニングさせてって言ったら、いくらならしますか？はい、そうですね。でも使ってないから、別にタダでもいいですみたいな。うせやん。ちょっとトリッキーな、まあ、感じですけれどもね。タダでいいんだ。じゃあもう今すぐクリーニングしてください、じゃあ。わかりました。いいのかい。はい、まさかのね、5位は0円と、1円もいらないという結果になったというところですね。で、まあ、この後、普段使ってるギアなら、まあ、さすがにタダじゃないでしょうみたいな話もしてたんですけど、それでも全然タダでいいですよっていう、ちょっとね、すごい、特殊な回答になってしまいました。はい。それでは、モコさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、この、あれですかね、靴のギアですかね。で、この靴は、これブランドがあれでしたっけ、はい、イカ足のブランドでしたっけ、これ。これはこれどうやってつけました？これはドリンク飲んでつけて。あ、そうなんですね。で、多分最後まではつかなかったので、多分30個いるじゃないですか。あ、いりますね。それはかけらでつけました。へえ、結構大変でした。大変でした。あ、そうなんですね。ここで本当の質問をしていくんですけど、はい、この靴のギアもし私がですね、はい、クリーニングしてくれって、はい、いくら出すから、はい、現金でいくら出すからこれクリーニングしてくれって言ったらいくらならしますか、はい、これ。理由はあるんですか？いやただ単にちょっともうあれですね。いやいや、深読みの必要はないの、単位はないんですけど、はい、はい、で私がちょっともう差し上げるんですよ、はい、お金を差し上げます。はい、はい、もこさんにもお金差し上げますんで、もう、はい、クリーニングしてくれとお願いやからって言ったら、はい、いくら出したらしてくれますか？500円500円もらえたらこのギアクリーニングするんですか？なるほどなるほど。いやー、ちょっとまたやっぱ800円にします。800円。はい、4位のもこさんはね、500円から悩んだ結果、800円で値上げするという結果になりますね。はい、次3位ですね。行きましょう。
1000円とかもらえるんだったら自分全然 OK ですね。はい、ということで、尺の都合上かなりカットさせていただいたので、今日すいません。悪意はないんですよ、これ。すいません。というところでね、3位はレイさんで1000円になりました。はい、次、2位行きましょう。お、これが、苦労したギアですかね。この中で言うと、おそらく一番苦労されたのが服の、うんうん、あの一足に対してサブ2つ一足ついてるやつが一番苦労されたんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。はい、そうですね。でなんかあんまりこうなんかギアもこう、はいはいはい、このギアを作ろうって思った時に手元にこう好きな感じのデザインのギアとかもなくて、うんうんうん、なんかこうまあクソダサ選手権に出れるんじゃないかぐらいのギアをもう毎日のように使ってたような。あ、この服はあの結構お気に入りなんですね。あ、そうです、このデザインは。あ、へえ、はい、なるほど。ノースリーブダサいっすね。ノースリーブダサいっすね。じゃあちょっと、うん、まあ、こっから本当の本題なんですけど、うん、はい、もしこの服のギア、はい、私が現金いくらか差し上げるんで、うん、クリーニングさせてくださいって言ったら、うん、いくらならしますか。あー、思い入れがありすぎて、いや、この後になんかいくらでもスプラやっていいよって言われたら、もうなんか1万円ぐらいで、お、行きましょうって感じですけど。1万円ポッキリで1万円ポッキリで行ってあげましょうって感じ。なるほど、ありがとうございます。いいですね。はい、ということで、2位は1万円となりました。はい、まあちょっとしたね、ノースリーブの事故は起こったんですけれどもね。すいません、というところで、1位行く前にですね、先にちょっと番外編の方行っときましょう。今、送りました。お、ありがとうございます。で、このギア、ちょっとね、もう本題の本題の方入らせていただくんですけれども、はいはい、この服のギアですね、この大切なめちゃくちゃ苦労して作ったギア、うん、私がですね、うん、いくらか現金差し上げるんで、はい、クリーニングちょっとさせてくださいって言ったら、いくらならクリーニングしますか。別にいくらでもいいですよ。お、ってことは100円とか。うん、別に大丈夫です。10円とかでもいいですか。うん、10円でも大丈夫です。マジですか。0円でも。0、別に。なんで？してくださいって言われたら、いや、全く知らない人から言ったらはと思いますけど、うん、ヤモさんに言われたらってことですよね。そう。別に、ああ、はいって感じです。マジか。ちょっと新しいタイプやな、これ。嘘。なるほど。あ、じゃあ、もう誰とかじゃなくて、ヤモさんにちょっとお願いやから。とにかくお願いやから、うん、もうちょっと理由は聞かんといてくれぞと。もう理由は聞かんといてくれと。クリーニングしてくれ、頼むって頼まれたら、あ、うん、じゃあそこまで言うんやったらって言って、ただでも全然クリーニングしてくれると。別に、あ、いいっすよって感じです。ちょっと俺そこまでの存在になってしもてたんやな、ごめん。じゃあ、はい、誰か知らん人にもう、はい、まあ、何も友達とかでもいいけど、クリーニングしてくれと。じゃあもうこれだけ出すからって言われたら、いくらやったらする。知らない人に。そうそうそう。知り合い、まあ、知り合いとかでも。はぁ、10万。はい、ということで、いつまにかね、私は10万円の価値のある男になっていたというところがね、今回判明したというところで、ちょっとね、今回あの回答特殊だったり、これは番外編にさせていただきました。はい、次、いよいよ1位に参りましょう。こんばんは、どうもよろしくお願いします。お願いします。いや、先日はあのいろいろとね、動画のご視聴ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。まあ、嘘ですね、今のは。すぐ嘘つきキャラにしようとしよる。今、送信しました。はいはいはい。これの頭です。頭、ああ、はい、メイン性のアップで全部揃ってるギアですね。はい、なるほど。大変でした。めっちゃ大変でした、これ。で、まあ、そこのちょっと大変だったっていうところのね、はい、話をしたくてですね、はい、あのこのギア、もし、はい、あの、はい、クリーニングするのであれば、いくらもらえばしますか。円で、現生で。嫌です。嫌です。ええー。
いや、ね、例えば1000円あの現生でお渡しするんで、ちょっとこれギアクリーニングしてもらっていいですかっていう。嫌です。え、じゃあ1000円は無理ですね。いくらならいける？例えば、なんだろう、5000円とか。5000ダメ。5万です。5万5万。5万もらったら、泣く泣くします。ネタバラシをすると、はい、この説はですね、1万円出せば、どんな大事なギアでもクリーニングさせることができる説っていう。はいはい、1万か。いや、1万は無理です。嘘。説立証ならず。いや、本当に大変でした、これ。ということで、ジュリ太郎さんはがめついといったところでしょうか。まあまあ、あながち間違ってはない。間違ってんのかい。